皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はイノセントワールドさんの撮影をしています。でまず1体目はこちら、スミレの、私はピンクのお洋服を着ています。で後ろがチャックになっていて、すごく着やすいのと、レースもすごく可愛い感じになっています。でツルツルの素材なので、すごく夏に着やすいアイテムです。とこのスミレのネックレスと、あとイヤリングもすごくお洋服に合っていて可愛いのと、あとこちらクリップも発売される予定です。こちらからは撮影の様子をご紹介します。私はこちらはスミレ柄のピンクを着ています。今回靴もね、発売されるんですけど、ピンクの靴と合わせてすごく可愛いです。結構1枚でさらっと着れて、生地もシワにならない生地なので、夏にぴったりだから、私はちょっと多色買いしようかなと思っています。はい、みどりちゃんと双子コーデで登場しています。みどりちゃんの方はスミレ色、バイオレットカラーですね、ラベンダーカラーで、私の方がピンクになっています。スミレカラーの方はレースもね、スミレ色なので、ちょっとポイントになって大人っぽい印象があるかなと思います。はい、こちら撮影の新作たちですね。今回の春物すごく可愛かったです。どれもね、多色しちゃうかもっていうぐらい可愛かったり、着やすいものがあったり、カイコロリータっぽいのがあったり、本当に本当に可愛くって、ぜひ楽しみにしていてください。はい、そして今回はイノワさんちのクマローズちゃんも登場します。ちょっとどのカラーが出るのかはまだわからないんですけど、ピンクとね、ブラウン、これらが可愛いかなと私は思っています。お値段もそんなに高くないみたいなので、こちらもね、多色買いしたいなと思ってます。これはポーチとかにはなっていないタイプになってます。そしてアクセサリーもまたたくさん出ますね、可愛いです。2着目のお洋服はロココ柄になります。こちらも後ろチャックになっていて、前回は私が赤、みどりちゃんの黒を着たお洋服になっています。でここもね、取り外しが可能なので、夏は半袖としても着れます。あとこちら襟も取り外しできるので、夏はちょっとこう取ってアクセサリーとかもつけれます。私も SNS で結構着ていたんですけど、発売されるということでとっても嬉しいです。はい、こちらも撮影の様子です。こちら私が SNS で井上さんから借りた時に着ていたお洋服なんですけど、発売は未定だったみたいなんですが、今回やっとやっぱり発売してほしいという意見が多かったようなので、発売することになったお洋服になります。私はピンク、みどりちゃんはサックスを着ています。こちらは取り外しができるので、夏になったら袖を外したりとか襟を外したりして着ることもできるので、夏でも冬でも着れますね。はい、こちらローズちゃんを持って撮影しています。ちょっと蚕っぽい感じもあるのと、ボンネットもすごく上品で可愛いので、やっぱりボンネットはね、無敵だなと私は思っています。はい、こんな感じで撮影をしています。はい、ボンネットやっぱり可愛いですね。胸元も襟を外すとすっきりしている印象があります。こちらは丸襟ヨークティアードワンピースになります。私が緑を着るのは結構珍しいんですけど、結構抹茶カラーで若草物語みたいで、すごく可愛いです。
あとボタンもね、すごくチョコレートみたいな、抹茶のチョコみたいな感じで可愛いのと、あとレースがハートになってるところもすごく可愛いポイントです。あとはこれも後ろチャックになってるので着やすく着れます。はい、また撮影の様子になります。私が緑を着ているのはかなり珍しいと思うんですけど、こちらはサックスと緑の2種類出る予定になっているワンピースになります。緑の方は結構本当にチョコレートみたいな、抹茶のチョコみたいな感じの色味ですごく可愛かったのと、こちらもツルツルの素材なので本当にシワになりにくくて春夏涼しげに着れると思います。アップ目の感じもボタンが本当にチョコレートみたいですごく可愛かったです。はい、こちらみどりちゃんと双子コーデになります。みどりちゃんの方はサックスで茶色のリボンがついていて、私は緑でちょっと濃いめの緑がついている若草色っていう感じです。結構双子コーデでも違う雰囲気があって可愛らしいですよね。本当にね、生地がシワにならないのが最高に良くて、持ち運びも便利なので、旅行行ったりとかする時でもシワにならなくていいですね。はい、こんな感じ。緑の色わかりますかね？かわいいです。こちらはリバイバルエルダーワンピースに、ジャンパースカートになります。私はピンクを着てるんですけど、ちょっと配色でブラウンになっていて、で髪型もクマちゃんヘアにしてます。あとこちらローズちゃんというクマちゃんも発売されます。これはこういう風にこうやってつけることもできます。こんな感じです。みさこ的にこのコーディネートは結構お気に入り、今回の撮影でもお気に入りなんですけど、結構カイコロリータ最近流行っていて、カイコロリータっぽくて可愛いなと思いました。私はピンクで茶色のレースが目立つ感じになっているものと、あとみどりちゃんは茶色を着ています。ブラウンですね。で、2人ともクマちゃんヘアにしていて、ヘッドドレスをかぶっています。やっぱりカイコロリータは本当に可愛いですね。昔はその良さをなんか当たり前のように着てたと思うんですけど、やっぱり10年20年経って流行りが繰り返されるんだなと思うと結構感慨深いなと思いました。こちら本当にちょっと段々になっているところもレースがふんだんに使われていて、やっぱり昔っぽいところもあるけどゴージャス感もあってすごく可愛かったです。はい、こちらくまちゃん、伊野和さん家のくまちゃんのローズちゃんをつけています。このね、くまちゃんは実はバッグとかにはなってないんですね。後ろにチャックがあるとかではなく、本当にアクセサリー感覚でつけていただければと思います。でもね、軽くてふわふわしていてすごく可愛いので、伊野和さんのお洋服に合うと思うので、ぜひぜひ買ってみてください。はい、こちらね、茶色のリボンがすごく印象的で、ボリュームのあるパニエを履くとよりゴージャス感が出て可愛かったです。ピンクのね、靴との相性もよくって、私この靴、ピンクの靴は絶対買いたいなと思っています。はい、撮影がどんどん続いていきます。これ横から見てもね、後ろから見てもすごく可愛いデザインになっています。ヘッドドレスもね、カイコロリータっていう感じで、ザ・ロリータっていう印象があって可愛かったです。はい、こちらのコーディネートはスズランレースワンピースになります。
前回冬にも出た形と同じ形で、冬に出た時もすごく大人気だったんですけど、このね V の感じがすごく可愛くて、でキュッとなってこう広がる感じもすごく可愛いのと、あとハートのねボタンになっているのもすごく可愛いポイントになってます。あとお揃いでリボンもリボンコームも出ています。春らしくパステルカラーもすごく可愛いです。はい、こちらスズランワンピースになります。この襟元がねすごく可愛いんですよね。前回は冬に出たやつもすごく速乾だったみたいなんですけど、今回はパステルカラーで出ますね。春夏っぽい感じがすごく可愛いです。緑ちゃんが緑を、私はピンクを着ているんですけど、どちらも本当にパステルカラーのイメージで可愛いのと、本当に襟周りが可愛くって、いやこれは本当に多色買いしたくなっちゃうぐらい、私も2色買おうかなって思っちゃうぐらい可愛かったです。夏に1枚さらっと着ることもできて、こちらもそんなにシワにならない生地なので本当に着やすいと思います。リボンもね、リボンコームみたいなのが2つ同じ色味で出る予定なので、セットで買うとより可愛いなと思います。こんな感じで三つ編みにしたりとか、ハーフツインテールにしたりとかしてもすごく可愛くて合うと思います。はい、こちらはラストのコーディネートになります。こちらもすっごく可愛いワンピースになっているんですけど、ボタンがねよく見るとバラのボタンになってるんですよね。でこのジャボとかリボンも取り外しができるので、シンプルにしたい場合はこちらのジャボとかリボンを取り外していただくのも大丈夫です。みどりちゃんはきなりの色味を着ていて、私はこの紫っぽいグレー紫みたいな色味を着ています。結構珍しいカラーで、2つとも大人っぽく着れると思います。後ろがねこれバッスルになってるんですよ。しかもこのバッスル取り外しができるので、シンプルにしたい場合はこのね取り外しても着れるっていう、かなり優れものになっています。着こなしがいろいろできるので、ぜひその時ね、お茶会だったらバッスルをつけて、普通にお買い物とかだけだったらバッスルを取ったりとか、いろいろ着こなしとか着回しができるので、めちゃくちゃおすすめです。こちら最後がフルールバッスルドレスになります。で後ろがこういう風にバッスルになっています。でこれは取り外しが可能になっています。で前のやつも取り外せるので、結構シンプルにもできるしボリューミーにもできます。私が着ているのはグレーとバイオレット、グレーバイオレットっていうちょっと大人カラーを着ています。久しぶりに出る井ノ輪さんのお靴、すごく歩きやすくて可愛くて合わせやすかったのでおすすめです。はい、こんな感じでイノセントワールドさんの春の撮影が終了しました。本当にどれも可愛いお洋服たちなので、ぜひ皆さんも予約とかチェックしてみてください。それではバイバーイ。